広明バスターミナル2007年8月、広明バスターミナルは、北海道札幌市中央区南13条西22丁目に、所在する自動車ターミナル法による、専用バスターミナルの名称である。1964年8月10日開設。環状を通から少し西に離れた位置にあり、 北海道旅客鉄道や札幌市営地下鉄の路線網から離れた中央区山花地区におけるバス運行の拠点となっている。札幌市独自の分類では都心に位置する都心バスターミナルや地下鉄駅併設の乗り継ぎバスターミナルに該当しないことからもみじ台バスターミナルと同じくその他として扱われる。敷地面積は2676平方メートル。 建物の部面積は28平方メートル。乗降場は5箇所で、乗り場中央に待合室がある。便所は乗り場から離れた北側にある。設置者、管理者は札幌市交通局から札幌市へ移行している。なお、広脇は地名ではなく、付近にある札幌市立広脇中学校に由来する名称である。これは明けの明星の別称であり、広脇が 一気は明るく群生の中に光を放つように、心身ともに爽やかに群を抜いて輝く学校になって欲しいという願いが込められたものである。2018年12月1日現在。かつては札幌市営バスが単独で使用していたが、札幌市営バスの事業縮小に伴い、2003年4月1日以降は JR 北海道バスと上鉄が利用する。バス停留所名称は、 広秋ターミナル。東ターミナル付近の漢字を通常に、南13条西22丁目バス停留所がある。かつては、本停留所の名称も、広秋ターミナルであったが、2017年4月1日より、南13条西22丁目に変更された。ありがとうございます。